コージ対、メイザーのボディーガード、ジジの戦い、ね、これはまあ、まあ、ジジは、まあ、結果でいうとコージが、3ラウンド KO 勝ちだったんですけども、まあ、体重差20キロあって、まあ、どうかな、危険かなと思ったんですけど、まあ、ジジが結局、まあ格闘技をやってなかったんで、スタミナがね、もう1ラウンドで疲れて、もうこれはもう、いけるなっていうのは思いましたね。まあ試合前ちょうどコーチだった時も、まあこれ多分スタミナ切れるからもう 2位の後半3ぐらいでいいんじゃないのって言ってたんですけど、まあ本当にね、ちょっともう最後、なんていうんですか、パンチの避け方がでもね、こう、こうやって逃げるようなね、見ないで避けるからね、最後はフックをね、もらってましたもんね、コーチの。で、まあ聞いてね、倒れて終わりましたけども、まあ、なんて言うんだろうな、まあ、ある意味、まあ、こういうやり方も面白いっちゃ、まあ、面白いんですけども、まあ、ね、格闘家じゃないから、なんて言うんだろうな、なんか、その殴られるのをあんま見たくないというか、格闘家じゃない人が、俺は、まあでもね、受けたのも向こうだし、はい、まあ、コージもね、体重差20キロっていう中でね、やっぱやりましたから、まあそこはね、ちゃんときっちり倒したってところは、やっぱりコージも格闘家の意地と、まあね、実力をまあ見せたかなっていう部分でありましたね。フックが当たってましたね。はい。まあ基本格闘家じゃない人はストレート打てないんで、フック基本全部ストレート打とうとしてもフック系になっちゃうんですよ。だからそうするともうガードしかちょっとね、コージうまく今日ウィービングしてね、下にちゃんと下がる、相手も全部もうもらわなかったじゃないですか。あれでね、結構もう打つ方もスタミナ切れるし、練習しない人はもう本当に3分間って持たないんで。だからその面では、まあ、うまい戦い方をしたなと思いましたね。なるほど、ボブサップが最初上がった時もこう振り回す、そうですね、やっぱああいう風になっちゃう、はい、ただ、まあ、サップはなんかもうスタミナ切れるけど、ね、最後まで結構手で 出ましたもんね。なんか回復しますよね、サップって、はい、それで横からぶん殴って倒すみたいな、倒すって感じでしたから、はい、まあね、ああいう展開だったら怖いなと思ったけど、まあでも、20キロぐらいだったらね、ディフェンスというか、まあ、相手の打ち方がうまくなければ、まあ、足でさばくか、ブロックでさばくかで、ウィーミングでさばくとかで簡単にできるんで、まあ、そこではね、あんまり、脅威ではなかったかなという、まあ、コーチがうまく戦いましたよ。なるほど。まあ、ボクシングの練習もすごいやってたし、結構、こう、フックが顔に入って、こう、嫌がる素振りは結構ありましたもんね。すごい嫌がったんですよ、クリーンチのために嫌がったりとか、はい、なんかレフリーでも文句つけてましたよ、なんか、なんだみたいな。あ、そうですか。そうなんですよ。だから、ああ、これ、なんか相当、もう嫌がってるって感じが見えましたね。もう2ラウンド入ってからスタミナの切り方がね、もうやっぱりあからさまに、もうバテてるなっていうのが分かったんで、まあ、バテてくるところ集中力がなくなってくるんで、パンチまとめもらっちゃうんですよね。まあ、そういった面もあってね、3ラウンド KO につながったかなっていうふうには思いましたね。はい、まあ、でも、コージも、ね、この間もね、大阪で試合やって、まあ、結構短い期間でね、また、はい、エキシビジョンやって、まあ、そうか、この間もエキシビジョンか。そうですね。でも、前はボクサー相手にね、ちゃんと判定までやったし、まあ、逆にちょっと部が良かったなっていうぐらいのボクシングできたんで、まあ、ボクシングは上手くなってますよね。結構本気で取り入れててやってるんで、なんでね、まあ、次もコージはメイザー、なんか言ってましたけどね、言ってましたね、俺を倒せんのかみたいなこと言ってましたけど、さすがにメイヨはちょっと危険ですね。当てる、やっぱもう、的中力とあれが違うんで、さすがにね、まあまあそのあれですけどね、まあコーチもね、まだね、まだまだどうするかわかんないですけども、まだやる限りは僕も応援していくと思うんで、まあ皆さんまたね、コーチを応援していってください。どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。